食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやす。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長初耳です。やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！搭乗会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は搭乗会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目。会長、10年、お前のいない10年で搭乗会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
おう、ちょっと待て。ん？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーに、アホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったぐらいよ。まあええわ、ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅう。平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うたんだよ。俺がその平和ボケしたアホだと？おう、そうや。ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう、ならばその挑戦受けて立つ。
これで分かってやろう。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その名や。何？お前の名はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。わかった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。しとるで、キリュウちゃん。おい、あんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。別に俺は関係ねえ。ちょっと待てよ、おっさん、話は終わってねえんだよ。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。
何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなのか。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。心が悪いんでな。邪魔だ。またな、キルちゃん。
青木か。ん？あ、キリュウさんですか？堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが、ま、そして1週間後、海からコンクリート詰めにさ。そんなことが。ええ、俺も数年間はよく一緒に行動してたんで、恩が。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めて、今じゃこうして記者兼情報屋になって。桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホスト、今じゃ裏通りから表通りに新、中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。キリュウさんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。他に聞きたいことはありますか？セレナってまだある？セレナですか？ありますよ。でも今日はママのレーナはまだい？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が、私も一度だけ田村さんに連れられ、最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日時間があったら行ってみたら。他に聞きたいことはありますか？中道通りで何かあったのか？ああ、正確な情報は分かりませんが、東条会の幹部クラスが。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってこと。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。誰が殺したんだ？いや、まだ。でも話によりゃ内部抗争。まあ桐生さんがいなくなってからの東条会は。他に聞きたいことはありますか？そうか、ありがとう、助かったよ。いえ。ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。Oh!
店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって黒道マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。上がってこいや。何やってんだお前。
すいません、和樹さん、このヤクザが。堂島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ。ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやっさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは。おら、オーナー出さんかい。島の組の連中です。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、
うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ、酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや、なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジェイさん、田中のおじいシンジ、何やってんだこんなところで。
島野組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと？関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ？兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。信じ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか？明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ？東城会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか？でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然お変わりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東城会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。
礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやっさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。叩き出せ！
叩き出せ。ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。風間組だ。風間組？俺も風間組なんだが、お前の顔は知らねえな。お前、怪しいぞ。おい、こいつを叩き出せ。本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入。名前を書くのか。これでいいか。はい、ありがとうございます。桐生、一馬だと？てめえ、もしかして堂島の親父殺して無所行ってた桐生か。いや、別人だ。だよな。親殺しの桐生がこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。あいつもそんなにバカじゃねえか。間もなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。
おい。後で絶対に始末書を書かされるな。いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。え？しかしマネージャー、そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの紋章は大事だと言っただ。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あ、おい。ったく。
さっき模証を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら見てたんですか。減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつく。せっかく探してもらった模証ですけど、さっきゴミ箱に捨てし、じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者かい。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。
シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示しているらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい。とにかく風間のおやすさんのところへ。おやさんはこちらです。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東城会の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか、殺したのが誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会兄貴、こっちです。そういえば、最近は葬式挙げるのも一苦労だって、上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で、法律が厳しくなったんですよ。おかげで、仇との付き合いも難しくなって、今時、組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあ、そんなご時世で、これだけでかい葬式挙げられるってのは、まだまだ東城会の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやすさんを呼んできます。
カズマ、おやつ。10年だ。
俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやさん、何があったんすか。東条会は。それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、由美を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。由美のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、由美は。おやさん、風間のおじき、てめえ、お前、桐生あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。島の、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを、100億を頼む。行け。
Let's go.
Oh!
通さへんで。キリュウ、覚悟せや。Yeah!
巻き倒したる。離せ。Oof!
てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とだべってる方がよっぽど有意義なんだよてめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。